落ちくぼ物語は、10世紀末頃に成立したとされる、中古日本の物語である。全四巻、作者は不明。源の順、源愛方などが候補に挙がっており、牧四は聖少納言が書き加えたとする説まであるが、いずれも確定に至っていない。岩波文庫版は解説で、女性作者説を取る。題名の、おちぼは、 主人公の発酵な女くんが置かれた居室の名前に由来する。美しい要望を持つ主人公の落ち窪の女くんが、その名の通り神殿の隅にある畳の落ち窪んだ老奥に住まわされ、ママ母からのいじめに遭うというシンデレラとも似通った構図を持つママ子いじめたん。落ち窪物語は、源氏物語に先立つ中古の物語で、枕の創始にも言及がある。 温州のけじめをはっきりさせている、やや単純な筋ながらも、しいじめの筋を軸に、当時の貴族社会を写実的に描写した物語として評価されている。主人公は中納言源、ただよりの娘である。母と死別した落ぼの姫は、ママ母の下で暮らすことになったが、ママ母からは、礼遇を受けて、落ぼの間に住まわされ不幸な境遇にあり、 味方は、女房のアコキとマッテイのサブロー君だけであった。そこに現れた、気公師、ウコンの少々を道よりに見出され、姫君に化粧した道よりは、彼女のもとに通うようになった。しかし、それを知ったまま母に、何度に遊兵され、さらには、貧しい天役の助のもとへ、嫁がされそうになるが、そこを道よりとアコキたちに救出され、二人は結ばれる。 道よりは姫君をいじめたまま母に復讐を果たし、中納言一家は道よりの日を得て幸福な生活を送るようになった。ありがとうございます。